石川県小松市のあたかの関です。この近くを私何度も何度も通っているのに行ったことがありませんでした。このあたかの関、弁慶が、義経を何度も撃ったというそういう言われがある、歌舞伎の勧進帳で有名なところですよね。小松空港です。この空港の北側にちょうど差し掛かった時に、航空自衛隊の飛行機がですね、戦闘機が、何機も着陸してきたんですね。それで車を止めてその様子をちょっと写真に撮らせていただきました。